マルガレータ・ロムニエーは、最後のルーマニア国王ミハイ一世の長女で、現在のルーマニア王室の課長。かつては、マルガレータ・ホーエンツォレルンジグマリンゲンを名乗っていた。長年、ルーマニア王女殿下あるいは、ルーマニア王太子殿下の儀礼称号を用いていたが、父ミハイ一世の引退を機に、ルーマニア王冠の守護者の称号を、父の崩御後さらに、陛下の継承を用い、ルーマニア社会では、広範に受け入れられている。ルーマニア赤十字社総裁。マルガレータ王女のロイヤルモノグラム元ルーマニア国王、ミハイ一世とその妻アナの間の長女として、ローザンヌで生まれた。父は1947年に祖国を追われており、4人の妹たちと一緒に、両親の亡命先であるスイスとイギリスで育った。エディンバラ大学で、政治学と自然科学を学んだ。大学時代、後にイギリスの首相となるゴードン・ブラウンと交際していたこともある。大学卒業後はイギリスの各大学で社会学の教員として働いたり、世界保健機関と提携する国際調査研究センターで働いた。1983年にはローマに移って国際連合食糧農業機関で1986年からは国際農業開発基金で働いた。1989年に国連職員としてのキャリアを辞してジュネーブに移り、父が主導するルーマニア義援金の活動に参加した。1990年2月、ブカレストのアンリ・ポアンダ国際空港において、ルーマニアの教会関係の文化財を手荷物の中に忍ばせて国外に持ち出そうとしたとして、出国を阻止された。2004年、経済面の主な後援者である、ベイシステムズからの違法な献金疑惑がかけられた。マルガレータは、同社の軍事兵器を、ルーマニア政府に斡旋する見返りとして、700万ドルを受け取ったとされている。カタール首長、ハマド・ビン・ハリーファ・アル・サーニーと会見する、マルガレータ夫妻スウェーデン王太子、ビクトリアの婚儀に参列。父ミハイ一世には、男子がなく、その没後は、ルーマニア王家の本家筋にあたる、ホーエンツォレルンジグマリンゲン公家の課長である、フリードリヒ・ヴィルヘルムに、ルーマニア王位請求権が移ることになっていた。しかし2007年12月30日の、ルーマニア王室基本家憲の改定によって、マルガレータは、ミハイ一世の推定相続人となり、以降、ルーマニア王太子を名乗るようになった。2011年、ホーエンツォレルンジグマリンゲン家との絶縁に伴い、ホーエンツォレルン公女の称号を放棄した。2015年、ルーマニア赤十字社総裁に就任した。ルーマニア王権の象徴、鋼の王冠。2016年3月2日、父ミハイ一世が病気療養のために引退すると、マルガレータは新たに、ルーマニア王冠の守護者の称号を名乗るようになった。2017年12月5日、父ミハイ一世が崩御。同月11日から、ルーマニア王室は、王室基本家憲に従って、マルガレータに対して、陛下の継承を用い始めた。2007年の王室基本家憲によると、王室当主は、王を称号とし、その継承は、陛下で、別の称号を用いることもできると定められている。そのため、マルガレータの正式な称号は、ルーマニア女王であると解釈できる。2019年6月、ルーマニア赤十字社総裁に再任された。夫ラドゥと共に1996年9月21日、ローザンヌにおいて11歳年下のルーマニア人、実業家、ラドゥだと結婚した。ラドゥは1997年1月1日に、ホーエンツォレルン公家課長、フリードリヒ・ヴィルヘルムより、ホーエンツォレルンフェリンゲン公子の称号を、2005年12月30日に、義父ミハイ一世より、ルーマニア王子の称号を名乗ることを認められた。夫との間に、子供がないため、すぐ下の妹、エレナの娘エリザベータ・カリーナ・メドフォース・ミルズが、次世代の後継者になると見られている。ありがとうございます。